さあ始まりました、ダバンプ友のアメリカンチャンネル、アメちゃんということなんですけれども、眩しいな、めちゃめちゃ晴れてるわということで、今シーズン初のスノーボード動画になるかと思います。毎年毎年スノーボード動画出してるんですけど、今年ちょっと遅いんじゃないかと。スノーボーダーたるややっぱり雪の量大事ですから、まあ今年ちょっと少なめという悲しいお知らせですけれども、2月5日都内でもむちゃくちゃ降りましたね。あんな降ると思ってなかった俺も、都内でね。ということで今日カメラマン2月5日誕生日若杉若です。はい、おはようございます。さあということで、若先生来ております。はい、来てますね。まあ5年ぶりの登場ということで、はい、うん、まあさっきねちょっと滑ったんですけど、はい、どうですか。まあいけるんじゃないですか。いけますか。一応滑りましたね、うん、ちょっと顔出してよ、はい、ゴーグルで分かんないよ、イケメンなのに。ちょっとイケメン、さあイケメン、イケの面、イケの面です。まあ滑れるでしょう。はい、いいでしょう、はい、いけます。さあ盛大な前振りをしつつ、今日はですね、アメちゃんスノーボードの回になると思います。はい、ということで今日もアメちゃん始まるよ。ジャパントーボのアメリカンチャンネル。さあということで、滑っていきます。若5年ぶりのスノーボードということで僕も今シーズン本当に全然来れてなくて、ちょっとね自分的にも不甲斐ないんですけれども、今も2月の初頭ですか、10日前後ですけれども、この時点で全然来れてない。普段だったらもう20回ぐらい来てるはずなんですけどね、寂しい回数ですわ。ただね、毎回毎回のこの1回1回を大事に、今日もスノーボードを楽しみたいと思います。お願いします。さあ止めずに乗れるのかというねリフトがねまあ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 、これが大事ですから。今のところ 100% なんで今大丈夫、はい、今どうですか。全然大丈夫。いきます。眩しい、眩いね。ということで今日は昨日の10時ぐらいかな、明日行けるっていう風に聞いて行けますっていう、まさかのこの、はい、捕まえた形になりましたけども、まあそうですね、たまたま開いたんでよかったよ。あのここ最近で言うとね、あのタナチャンネルさんでね、あの撮ってもらった動画にも出てますし、キャンプ動画にも出てますし、今日はスノーボードですから、ここ最近連れ回してる後輩という、事務所の後輩ということで可愛がってもらってますやっておりますけれどもね。本当良かったですよ。だって何5年ぶりじゃないですか、うん、でもし滑れなかったら、うん、リフトを止めてしまったら、そうね、どうしようかなと不安は。お父さんの顔がもう怖くて怖くてしょうがなくて大丈夫でしょ全然大丈夫でしょ俺どっちかというと止めていこうよっていうタイプの人間だから、もう仏なんで、無理せず行こうよというタイプなんで全然大丈夫です。あのさっき1本だけちょっと行った時に、あの滑りは正直見ました、はい、で S 字ターンできてました、はいはい、ね若さん5年ぶりのブランクあるのかなと思いきや、体を覚えてます。覚えてますね、はい、という中で今日の課題は、今日の課題は、ちょっと回ってみること。出たよ言うよね言う、調子乗るよねやっぱちょっと回るとか言うよね。ちょっと回る言うのよちょっと回るがいっちゃむずいからマジ本当に。まあだからその今日はクリアできるかどうかっていう、そうですね、もしかしたらその回になるかもしれませんし、はい、まあ自然の雪山の洗礼を受けていただいて、はい、今日はスノーボード楽しみましょう。絶対こけないですよよろしくお願いします。お願いします。イエーイ。
降りれますか、大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です、まあ、今これ多分、あのドックンドックンってなってますよ、あの音源では。さあ、降りれるかどうか、ここ大事です。止めないか、ね、さあ、かわいい、かわいい、余裕を出します。はい、若すぎ、若若いけるかどうか。はい、はい、いった、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。めちゃくちゃいい絵だよ、今。やった、めちゃくちゃいい絵。形良くなってきたよ、めっちゃ。いい、いい。ちょっと待って、どういう形これ。ちょっと待って待って、はい、起きて。どういう形。ただいま時間も昼過ぎまして、何本か流していたんですけれども、この人に会いました。出くわしました。ダダーン、イエーイ、日本TVの平田拓海です。元気いいな。オープニングこれやっちゃうんですよ。あ、なるほどね、はいはい、なので、はい、いつもカットってやられる。いつもそう、おお、そうそうでしょ。そう、ダイモンティーやっぱ言えんか、バツンってなるんですよ。なるよね、はい、そうです。ということで、はい、ということで、平田拓海さん、はい、先生でございます。はい、やってきました、まあ、私こちらでね、はい、まあ、ダイヤモンドスクールというフリースタイルスノーボードのスクールをやらせてもらっております。はい、はい、平田です。平田先生はね、はい、久しぶりだよね。いや、久々ですよ。結構結構久々ですよ。もう去年、あ、今年1回スノーバンクっす、ね、スノーバンクだ、スノーバンクっす、ね、あー、なるほど、はい、スノーバンクね。あそこで大体俺ブラックブラックのポップアップやってますから。そうなんですよ。あそこで会ったりとかして、あそこで会ったりとか、まあ、僕もお客さん、お客さん、あ、僕いるからっつって一緒にね、なるほど、はい、なるほど、はい、来てくれて、いつもあのね、シャツを着てくれてんだよ。あれ、しかも、ほら、スノーバンクも、うん、あのシャツ着てた、着てた、着てた、着て、あれで大会出てました。着てた、ありがとうございます、はい、あのね、問い合わせ多いの、あのシャツ。あの、たくみさん着てるあのシャツもうないんですかっていうの。あれ多いの。そうなんですね、あれ多いんですよ。そうなんですね。そうそうそう。いや、でもあれだってめっちゃ可愛いっすよ。いや、もうありがたいです、はい、可愛かったです。めっちゃ着心地もいいです。いや、今シーズンはちょっと会えてなかったんで、いや、ね、ね、はい、ぜひとも今シーズンもよろしくということで。いや、もうぜひともよろしくお願いいたします。とりあえずちょっとさ、はい、あのこの後、はいはい、1本さ、はい、流そうよっていう、いっちゃいっす、セッションしましょうよっていう、いっちゃいっす、いっちゃいっす、いっちゃいっしょ、オッケーっす、オッケーっす、いっちゃいましょう。あの若さん、はい、この後僕セッションなんで。セッション、セッション、セッションで、セッションでしか聞いたことない。さっきさ、はいはいはい、小野崎で会って久々に、はい、おお久しぶりっつったら、次流してるんで、あとセッションしましょうって言われたの。はいはいはい、したら若が、うん、スノーボードにセッションってあるんですか。なるほど、音楽業界でそのなんか、そうそうそう、ね、合わせる感じのセッション、そう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 、だけじゃないんですよ。もう僕らもセッションしようって言うやるんですよね。やっぱ言っちゃうでしょ。言っちゃいます。言っちゃうよね。はい。僕もさっきもめっちゃセッションセッションって言い張って、いろんな人となんかやってた、やってたの、やってたの、やってた、セッションそうね、ばっかり、そう、あの、はい、スノーボードはセッションに次ぐセッションだから、そうそうそう。僕は追いかけるだけなんだ、追いかける必死に、必死に、いや、もうそれもセッション、それもセッションだから、はい、それもセッション、そうそう、この距離感とかも、ね、ついてくっていうね、このそうです、セッションですから。じゃあちょっと、じゃあそのセッションやりましょう。はい、やりましょう。はい、お願いします。お願いします。さあ、ということで、はい、一緒に滑らせてもらいました。ありがとうございます。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。ともくん、うまい。いやいや、うまいっす。まだまだよ、本当に。ただ、うん、あの、一緒にトギャザーしてる時は、うん、ちょっと俺もスピード調整がちょっと、あの、若干ミスってて、あ、そうなの、ちょっと、あの、ちょい見たら、あ、ともくん、ちょっとこけてた。それはそれで、あの、それはそれで、ご愛嬌の方で、はい、ご愛嬌で。お願いします。はい、でも、うん、あのね、ピンの、うん、映像とかかっこいいっす。マジ？あの、トボ君ピンのやつめっちゃかっこいいんで。
こっちのチャンネルでは、はい、つまんで出すんで、あ、つまみ食いする感じですね、はい、つまみ食いするんで、あ、いいっすね、いいっすね、たくみくんの、はいはい、ダイヤモンド TV では全編見れるということ、はい、もうフルです、フル、はい、お願いします、フルムービーでともくんの滑りが見れるって感じなんで、お願いします、はい、はい、ということでお願いします、今シーズンもよろしくお願いします、はい、お願いします、です、あめちゃん早っ、この方早っ、イエーナイス、いいね、一日滑り終わりました、はい、数々ドラマありましたが、はい、ありましたね、体どうですか、バッキバキですもう首も痛いしケツも痛いでも右もも痛い左腕痛いほぼ全部痛いです、はい、もう全部ですね、5年ぶりということで、はい、体にきますよね、頑張りました、はい、普段使わないとこ使ったりとか、はい、するので、スノーボードはね、はい、慣らして徐々に行くのがいいかと思います、気をつけてください、ただね、若ね、結構センスあって5年ぶりとも思えないテールプレスとオーリーをやってましたからそうですね、多分どっかに映像撮れてると思います、はい、ということで、スノーボードアメちゃんの回になったかなと思います、よかったです、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、ということでまた次の動画で会いましょう。